あの韓国ではね、朴政権の時代でしょ、はい、ですから、本当に、これを金大中さんを救おうというのは、まあ、敵になるわけですよ。それをあえてやったのは、まあ、その人間関係だと、だろうと思うんですね。で、まあ、そして、自民党の中の宇都宮さんとか、社会党の中の土井さんとか僕とかいうのが、まあ、中心になって動いたんですが、相手はとにかく韓国にまたがるその組織的な動きですからね、救出するって言っても容易なことじゃないんで、かなり、この範囲は広く活動しましたね。で、まあ、例えばその日本人の中で、この韓国 の金大中さんにつながる線をずっと探って金大中さん自身を追っかける、そういう組織もあった、うんうん、だから広範囲にわたったんですね、はい、それから日本の政府自民党は正式にはこの韓国の朴大統領の側に立ってやるわけですが、行動するせざるを得ないんで、これを一緒に巻き込むわけにいかないんですよ。だからあくまでも個人としてやったんですね。まあ自民党の奥はなんていうかその韓国の若い政治家が反大統領の活動をやってるらしいという、そんなことから、まあまあ、動きはあんまり活発ではなかったんだけど、その反対をして我々の動きに反対をしていたわけですよ。それに対して人権の反転というようなことで、まあ、我々は活動してんだっていうことを言って、まあ、国会の中でも一つの論争になったわけですね。金大中さんを救うっていうのは利益、何の利益も追求してるわけではないんで、人権とかそういう観点からやったんですね。で、金大中さんはまあ友人として、助けなくてはいけない。人権とか日本の主権ですね。そうそうそう。で、まあ、日本の主権は確かに、侵されてましたけども、そういう点も関連したわけですね。